ようございます。ちょっと私はこれからメイク配信をしたいと思います。化粧水と乳液をしてからちょっとお顔をさらしますね。いつものキュレル、キュレル、今日日曜日だね。今日はモスですか？モスじゃないです、ケンタッキーです。モスじゃなくてケンタの日。わ、和孝さんがぶどういっぱいありがとう。え、ぶどうめちゃくれた。今乳液を塗っております。乳液塗り塗りタイム。どうしようかな。今日はコンタクト何をつけようか悩んでおります。乳液もいつもと同じキュレル。もう美容院行ってから1ヶ月以上経つから髪の毛もう大変なことになってます。ダメだ。ねえねえ、AKB メール届きましたか？AKB メール送ったんだけど、みんなに届いてるかは謎。届いてる？なんかさ、9時から送れるんですよ、AKB メールを。なのに私なんか間違えて9時前に送っちゃったんですよね。8時58分ぐらいに送信ボタン押しちゃったんですよ。これって届かないのかな、どうなんだろう。すごいなんか不安になってます。今私が送ったメールはみんなの元に届くのか。
ちょっと充電器が届かなくて延長コードを今もらいました。ではメイク配信していきます。今日この配信は12時20分まで。おはようございます。ちょっと今消し見て耳がちょっと顔むくみすぎててむくみやってます。メイク終わったって今からメイクします。今日の10時20分とか30分とかそれぐらいまで。今日いい天気なの？ちょっとね、今乳液と化粧水をして、そう今からメイクするんだけど、ちょっとまだ化粧水と乳液が乾いてなくてまだペタペタの状態です。耳これむくみ取れるんです。これやると。でもちょっと痛い。多分つぼ押しなのかな。確かに。今日はどんなメイクをしようかな。なんか TikTok で見たすごい可愛いメイク方法があって、それやりたいなと思うんだけど、なんせ私はその使っていたコスメを持っていないのでできなくて、買いたいなそのコスメ。なんかすっぴん風メイクみたいなメイクをしてたのがすごい可愛かったの。それやりたいと思って。顔なんか24歳はなんか女の子としてちょっと頑張ろうって思いました。自分磨きもそうだし、なんかメイクの研究とかおしゃれとか、うん、ちょっと24歳は女の子を全力で頑張る年にしようかな。料理も作れるようになりたい。もう頑張ってるのに偉いなって、優しい。
化粧水と乳液をなんかめっちゃくっついた状態でメイクしちゃうとメイクのりが悪いので、こうやってティッシュでちょっとパッティングってんだっけ、こういうのパッティングしてからやります。では私のいつも使っているこちらメイクアップベース RMK ピンク。私このなんか固めチューブの固めが好きなんですよね、下地は。今日はそんなにお外に出ないので日焼け止めはいいやということで、下地を塗っております。ただいま すごいディズニー行きたい、なんかすごいディズニー行きたくて、私最後にディズニー行ったのいつだ、7月だ。行ってますね普通に。7月に幼なじみとディズニーシーに行ったんですけど、なんかディズニーシーにみたらしチュロスが発売されるって聞いて、もうずっと行きたいの。あ、てかママ?ママ?普通に今配信中なんだけどさ、配信中なんだけどさ、11月だっけ家族でディズニー行きたいって言ってたの。家族で、あら家族じゃないの、私と、私11月忙しいわ。だって11月から新しいの始まるんだよ。みたらしチュロスいつまでなんだろう。私期間限定なの。限定でしょ絶対。絶対それも食べたいし、食べたい。新しく始まるショーも見たいんだよ。戦場ショー。いや私11月27まで忙しい、うん。なんでだよ。仕事が入ってるから。え決まってんの？うん。決まったの。うん。ということで皆さん11月、私は忙しいで。ユニバ行けないじゃん。ユニバ行きたい。呪術だよ呪術。10月は10月武道館終わったら、あいいね、武道館終わってからは、あいいね、そこしか私逆にもうない気がする。10月武道館終わってから、うん。でもさ武道館さ789、え、よかったね。なんでハリポ危なかったよ。あ確かに、キャンセルできます。何言えば言った5294日連続ありがとうございます。ハロウィンじゃない今、あ今じゃない、あもうハロウィンやってる、デランドとか、いつからだろう。ハロウィン、ユニバ行きたいよ、呪術行きたいよ、だ東京リベンジャーズとコラボしないかな。ね、しそうだよね、絶対しそう、絶対しそう。え、だって鬼滅やって呪術やってんだよ、次東京リベンジャーズ。鬼滅はちょっとレベル高いな。え、鬼滅やってたじゃん、鬼滅の時行きたかったよ。え、10月行こう。うん、私は多分11月からとても忙しくなると思うので、え、でもみたらしチュロスの間も行きたい。きっとな、10月中にやりたいことを全部やりたい。
逆に9月も絶対さ武道館のリハが本格的に始まる、ね、リハなんて10月とかじゃない？いや10月7、8、9だよ。だからその直前じゃないの？リハなわけ。あ、そうなの？え、いつもそうじゃない？なわけ、1ヶ月前からやってるわ。7日間でコンサート仕上げられるわけなかろうか。なんか今日すっごいゆっくりメイクしちゃってる。まだ下地塗ってる。なんかもうね、武道館のリハーサル始まってるんですけど、9月の、あ、間違えた、8月の中旬からもう始まってて、1ヶ月半前からっていう結構早め早めのリハーサルスタートなんですけど、まあなんせ3つあるからね。でもまだカップリングリクアワのなんかセットリストしかみんな知らなくて、だからカップリングリクアワのリハーサルだけ始まってるんですけど、1日に1曲か2曲とかのリハーサルなの。だからなんかすごいゆっくりなペースなんですよね今は。だからなんかまだゆっくりなペースだから今後のスケジュールがめっちゃ怖いです。一つのコンサートは今ゆっくり仕上げてるけど、今後めっちゃババ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 って入りそう。なんか一日に5、6曲とか覚えるとなんか全然覚えられなくて、笑っちゃうほど覚えられなくて、だから今はそのもう頭がパンパンにならないように、なんかリハーサルした曲はもうちゃんと自分に入れ込まなきゃと思ってやってます。でも武道館の前に私はねあるんですよ、2つ覚えなければならないものが。だからまずはそっち、まずはそっちを優先的にやって、そっちが終わったら頭の中を武道館にシフトチェンジ。え、皆さん AKB のカップリングリクアは何投票しましたか？ちょっとごめん、今ファンデーション塗ってます。なんかファンデーション塗るときってさ、鼻の下塗ってるわけじゃないのに鼻の下伸ばしちゃうの、わかる？鼻の下やってるわけじゃないんだけど、なんか伸ばしちゃう癖で。無意識にねって、そうなの、やっぱやっちゃうよねこうやって。わ、微笑みの時優しい、ありがとう。
届いてたケーキが届きました。え、なんかめっちゃ美味しそうなケーキがあって、抹茶かなチョコかなどっちだっけ、ちょっと開けてみよう。冷凍だから、え、冷凍庫もうパンパン。いいよ全然買える、うん、忘れてた注文したの1週間前ぐらいだ。え、やばいね、ケーキ祭りだね。ちっちゃい、ちっちゃい。私明日もケーキ食べる、さややのお祝いするんです。あ、そうなの。明日仕事終わりに。さや2人で、あとひなな。ひなな、な、本当はめぐと。ちょっと待って、ちっちゃい、うっさいじゃん。えっ、何もう化粧クリームかよ。ちっちゃ、ちっちゃすぎてびっくりよ。ケーキ食べる、食べきれるかな、冷蔵庫大丈夫。大丈夫だわ。チョコレートって書いてある、チョコレートケーキなの。抹茶のカレオショコラ、ボディクリーム、ボディクリーム、なんかフェイスクリームかと思ったよ全然余裕に入るわ、冷蔵庫、入るわ、冷凍庫か、高級だね。ということは、あ、なんかずっしりしてね。え、そう、多分テリーヌショコラみたいな感じ。え、何これ、どうしたの、シップ、シップ、え、それ肩痛かった時じゃない。使う、使わない。冷凍庫で焼きます。はい、まだ解凍しないでね、冷凍庫で。うん、誕生日24です。次、今23歳。え、私ね、すごいね、5日もケーキ食べるし、7日もケーキ食べるし、で、アイスも届くし、今家の中にアイスもいっぱいあるし、で、今抹茶のテリーヌショコラが届いたっていう。なんかさ、小宮山家ってさ、常にスイーツがあるんですけど、スイーツかアイスかお菓子かがないときないの。なんだけど、あのね、なんかね、スイーツが届く時とか食べる時のなんか大量がすごい、めちゃくちゃスイーツ集まっちゃったみたいな。甘いもの大好き、本当に甘いもの大好き。お腹すいた。みんな朝ごはん食べました？私はまだ食べてないです。ケンタッキーを楽しみに今日は起きたからまだ食べてない。お腹すいてアイス食べようかなとか思っちゃったけど、いや、私はケンタッキーを食べるんだからアイスは我慢しなさいと思ってした。我慢、さすがにね、昨日もタピオカ飲んだし、スイートポテトも食べたのに。
なんか食べたいものは我慢しないけど食べ過ぎはやめようと思って、この9月食べ過ぎてたんですよ私。8月本当に笑っちゃうぐらい食べ過ぎてた。食べ物の話してる小宮山家楽しくて好きって、この食べ物の話しかしてないよね私。うえ、トマトスープとコロッケとビビンバ食べました。いいな、美味しそう。それ聞いてよりお腹空いた。なんか昨日も本当はスタバであのマロンフラペチーノ飲もうかなと思ったんですよ。マロンフラペチーノ飲もうかなと思ったんだけど、うわーデブだーと思ってやめたの。デブだーと思ってやめてタピオカ飲んだの。本当に意味ない、普通にデブ。なんかさ、私ね毎回ねなんかちょっと止まるんですよ考えが。あ、デブかもしれない、我慢しようって。なのに我慢した先のものが全然変わらないデブなの。マロンフラペチーノ飲もうか悩んでます。美味しい？でも私カシスがあんまりで、カシスオレンジとかは好きだけど、カシス美味しいのかな。カシスオレンジ好きだけど、てか唯一私が飲めるお酒カシスオレンジ。カシスオレンジしかお酒飲めない。あ、コミメール来たよって、よかった。ソルティードッグも飲めるでしょ。え、なんか私ソルティードッグ好きって言ってたんですよ。でそれは一回ミオンとスタッフさんと食事した時に、なんかそのお店がめちゃくちゃ高いとこだったのよ。めちゃくちゃ高いお店をスタッフさんが連れてってくださって、でミオンが飲んでたソルティードッグを一口もらったら、あまりの美味しさに感動したの。なんだけどこの間なんか多分居酒屋屋さん、なんか居酒屋テンションで入ってないんだけど、あ、ここ居酒屋だったんだっていう夜ご飯食べた時に、でソルティードッグがあったから頼んでみたの。美味しくなかったんだが全然。え、だから結局お店ですよねと思って。ソルティードッグもなんか、うん、ちゃんとしたお店のやつじゃないと私飲めないわ。なんか居酒屋屋さんとかってさ、カラオケとかさ、アルコール量すごい多いじゃん。だからなんかアルコール消毒飲んでる気持ちになっちゃうの私。なんか手と同じ味がする気がするみたいな。そう、めっちゃ喉鳴ったんだけど、キュ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 って、なんか今私ここ喉動いた、もしかして。リップを先に内側にだけ
塗ります。今までで一番美味しいと思ったお酒は何ですか？そのめちゃくちゃ高いお店のミオンが飲んでたソルティドッグ、一口だけもらった。それが今までで一番美味しかった。あれ？あたん。あはは。喉がケンタッキー待ちだね、やばい。喉が待ってる？ケンタッキーを。耳かけたいのにさ、耳これやってるから全然かかんない。今眉毛の調子絶好調なんですよね。言いますから。誕生日はどんな配信するか決めてるの？カウントダウン配信します。11日の夜から12日、23歳振り返ったり、24歳のなんか目標とか抱負とかを話そうかな。いい配信だって優しい。生誕祭ね、生誕祭は10月だと思います。今のところ10月だと思う。てか眉毛濃いな今日。でもそんなことない。パパが今くしゃみして、くしゃみした反動で腰が痛かったらしいです。面白い。早くしゅん、あ、痛え、だってパパ腰痛めてて、かわいそうに。ケンタッキーのビスケットってどんぐらいの大きさでしたっけ？まだケンタッキーのこと考えてる。なんかママと今日月見バーガーを半分こするんですよ。月見バーガー半分こして、あとオリジナルチキンと
ビスケットを食べるんですけど、ビスケットってそんな大きくないよね。一人で食べようかな、一人で食べようか、ママと半分こしようかで悩んでる。こんぐらい？めっちゃちっちゃくない？大きくないよね絶対。あっぶな、待って私おバカ？鏡外側に向けてたんだけど。ビスケケンタのビスケットはお菓子なわけ、ご飯よ。私はあのお菓子の定義とは、袋を開けたらお菓子、袋を開けなかったらお菓子じゃないっていう、こういうね、こういう袋をピリッとしたらお菓子です。それはピリッとしなかったらお菓子じゃありません。フレンチトーストはだって朝ごはんでしょ。パンケーキも朝に食べれば朝ごはん。まあ、おやつにも食べるんだけど。冷凍食品ビリッとする？何言ってんだ何言ってんだ、全く。冷凍食品は冷凍食品でご飯でしょ。ドーナツもご飯？え、全然ご飯、朝ご飯。これもシャメ取ったの？うん。今日ちょっと唇分厚めでいこうかな。変形自在、唇が。ムーは普通にご飯だよ。ムーはだって食パンだもん。菓子パンはパンの方を私は取ります。菓子パンの菓子の部分は知らない。パン、はい、ご飯。ムーはパンとエスプレッソとっていうすごい美味しいパン屋さんが出してるバターたっぷり使った食パンです。めっちゃ美味しいの。ケーキはお菓子ない、ケーキはケーキなんか今日すっごい丁寧にメイクしてるね。私これお気に入り、みんながくれたポール&ジョーのリップ、うわ今リップ塗ったって意味ないのに。ケンタッキー食べるから。うわなんか赤くなってる。え、ここ私のほくろが赤くなってる。え、取れた。え、なんかほくろが薄くなってる気がする。なんか配信しながらメイクするとすごいなんか楽しみながらやっちゃうからゆっくりになる。ケンタッキー食べに行くだけ？ううん、他にも買わなきゃいけないものとかいっぱいあります。
何買おうと思ったんだっけ私。なんか買わなきゃって思ったもの、あー、すっぴん風メイクの可愛いマスカラだ。マスカラじゃない、アイシャドウ。今日なんか目元ラメラメにしよう。ケンタはいつも買いすぎて後悔する。私買いすぎたことない。みんなケンタッキーでどれぐらい食べるの？ケンタ週に行く、めっちゃ好きじゃん。 2,3 ピース、チキン 1,2 個とオニオンリングみたいなやつ。あー、私逆にチキン1個しか食べないわ。チキン1個でビスケットとかサイドメニューとかにしちゃう。オリジナルチキン2ピース少なくない？それはお腹いっぱいになる？プラスデザートで他のとこ行っちゃうね。あとかあれ、あ、そう、私もツイスター買う。照り焼きツイスター、めっちゃ食べる。チキンカツバーガーセットプラスチキン4個、それはよく食べるね。でもいいね。でもいいねとか私誰？でもいいね。なんか年々ケンタッキーのビスケットが好きになる。あー、ケンタッキーのバイキング行ったことない。でもめっちゃ行きたいの。ちょっと待って、すごいとこにまつげが。これ何？ありえないほど内側にまつげ生えてるんだけど、これ大丈夫？待って、もう眼球にくっつくよってとこにまつげ生えてるんだけど。
え、これこんな、もう無理、もうビューラーでは上げられない場所にまつげ生えてて、なんかちょっとおかしい、一人輪から外れてる。てかまつげ抜けたし、上がりました、まつげが。なんか今日すごい大人メイクをしてる、なんだかとっても大人なお姉さんみたいな雰囲気になりました。前髪分けてるからかな、まつげも十分上がってるからいいや。まつげをあげました。続いてはマスカラ。最初から可愛かったけど徐々にちゃんとお顔が完成していく感じ好きって嬉しい。今日の前髪はどういう感じでしょうか。伸びたな。ちょっと前髪ボサボサ。今度はこっちに留め直します。この羽ピンで前髪を交互に留めていくと良きです。見て面接。はい、私がこのちょこれだけ垂らさせて、私がこちらの弊社を
選んだきっかけはですね、弊社の理念と私がやりたいことが一緒だなって思いまして、採用してくれたみんなが私会社のあれやりたいな、差し入れ部ある、お菓子とかもうお茶とかもうすぐに用意するよ、コーヒーお茶、本日はどのような気分でしょうか、コーヒーお茶白湯お水、で会社のお菓子ボックスとかアイスボックスをいっぱい、なんかさ最近 TikTok でよく流れません、なんか会社のなんかお菓子補充していくみたいな、会社の冷凍庫のアイス補充していくみたいな、めっちゃ TikTok 流れてくるんだけど、それやりたい、私のセンスでみんなの胃袋を癒したい。え、じゃああの TikTok は何、配る前に食べちゃいそう、うん、もう入れてる間食べながら、もう袋開けながら食べてる、え、あれは何じゃ、ご厚意、ご厚意で働いてる方がやってるだけ、その方の仕事じゃないのかな別に、え、配ってんじゃない、あの箱に、箱？なんかお菓子コーナーみたいな袋とか箱に入れてんの、めっちゃ綺麗な顔ってありがとう、え、それ専用の仕事がいい、でも週1ぐらいしか仕事ないよねそれ、どうしようとか、あの取引先に買ってくるあの差し入れとか並ぶ、私センスいい、差し入れとかそういう手土産とか調べて、この会社の社長さんはあんこが好きということはあんこが入っ、おいしいなんとかにしようみたいな、甘いもの苦手みたいな、それは社長秘書さん、秘書さんの仕事、
ダメだ私、そっちしかできないよ。社長のスケジュール管理とか絶対できない。客先への手土産毎回悩むんですよねって。得意得意得意。さよなら毛利さん。皆さん社長編でしたね前回。当たりましたか。小見春のお顔で一番重要なところに行ってます今。簡単だったって見たよって。みはると付き合える男性羨ましいって。なんで急になんで急にそう思ってくれたの。ありがとう。お医者さん編はもう正解できなすぎて全然間違えてたけど、社長さん編は当たりました。コミも難しくなかった。アラジンさん、それお医者さん編。なんかアラジンさんではないなって思ったんだけど、それは分かったんだけど、バーテンダーの方だった私は。間違えた。いや本当にみんなそれっぽすぎて、しかもバーテンダーの方役者さんじゃないってすごくない？役者さんじゃないのにそんなに自然に。髪の毛やんないと。待って、今日20分までって言ったけど全然20分じゃ終わんないわ。なぜなら私髪の毛やってない。私バーテンダーさんがいるバーとか行ったことなくて。あるわ、行ったこと。ディズニーシーの SS コロンビア号の中に入ってるバーテンダーさんいたわ。ありました。しかもこの間幼馴染と行った時カウンター席だったから目の前に
バーテンダーさんたちいた、ディズニーシーの。でパフェ食べた。でディズニーシーにもバーあるんですよ。よし、あとチークを塗ったらお顔が完成。ね、これ香水昨日さ入ってた袋なんだけど、あーいい匂い、紅茶の香り。え、これさなんかすごい普通に巾着として使える。これにメイクとか入れてる、めっちゃいい。これに一日のメイク道具入れられるじゃない。私がいつも持ち歩いているのはこのお粉とリップ2つ。私はリップ2つ塗りですと、コンシーラーかな。よし、髪の毛をやりに行こう。そして私は今日髪の毛どうしよう。あー、さすがに取るね。痛い。でもむくみ、え、めっちゃ取れた気がする。私こんなにお顔シュッとしてた朝。すごいお顔がシュッとした気がします。髪の毛どうしようかな今日。チーク塗ってくるね。よし、え、どうしよう髪の毛。チーク塗りました。私髪の毛伸びたな。でも美容院予約したので。え、髪伸びたよね見て。だって
ツインテールしたらもう普通に長いんだけど。早っ、ほんと私髪伸びんの早い。なんかがっつりいったねーってすごい言われたのに、全然もう普通じゃない？いや髪型どうしよう。てか何着よう。ストレートにしよう。 OK、 ストレートにします。今日は髪の毛明るすぎて巻くとちょっとギャルギャルしちゃうので、 おう、失礼。
ってミュートにしてた。あれいつから私いつからミュートにしてた。すいませんミュートにしてました。忘れてた。え、私結構喋ってたよね。なんか移動するときにママがテレビを見てたからテレビの音入るなと思って消したんだけどミュートにね。着いてからずっとミュートのままだったのか。ストレートになった。先ちょっとだけ内側にしよう。
ネックレス欲しいな。あ、待って、私まだ前髪やってない、前髪やってないのにアイロン切っちゃった。余熱でやるしかない。最近バンガルとかなんかね、アクセサリーの良さにようやく目覚めました。前髪変に長いな。切ろう。なきやると変わりますね。今そういうシャツ流行ってるよね。え、これ？これ。ごめん、私。やったわ、私流行りに乗れてた。これ私だよ。私の生誕 T シャツ。なんか想像以上に可愛い系になっちゃった。プチ巻き。ちょっと想像と違った。やりすぎた感。否めない。ちょっとだけうちに入れたいぐらいだったの。今年の T シャツももう販売中かな？もう終わっちゃった？あれ？
これすごいなんかいいらしい。蒸気が出るくし。すごい頭にくっついてる髪の毛。できた。これだから蒸気出てストレートアイロンしながらくしみたいな感じなので充電しないといけない。めっちゃ良くない？変身。電子機だよ。ではそろそろ部屋に戻ります。おう、やばい、ママが寝てしまった。私を待ちくたびれて。やばいやばい、待ちくたびれて寝ております。いやでもやっぱり伸びましたね、髪の毛。早っ。本当に伸びるのが早い。何着よう。
今日暑いかな。皆さん今日って暑いですか？まあまあ暑い。ノースリーブはどう？ノースリーブはちょっと寒い。普通で夜涼しめ。羽織れるの持ってったらいいか。確かに。これ着て写真撮ろうかな。皆さん一瞬お着替えしてきます。
着替えましたましたましたよいしょ、お待たせしました着替えました。ママもノースリーブだったからコミもノースリーブにした。ちょっと最近のテーマ、私のインスタグラムのテーマはいい女にシフトチェンジしましたので、ちょっといい女ゾーンに入りますビタミンカラーの元気な子が夏で終わって24歳になるので、今はねいい女に突入だよ。よし。わ、タメちゃん、ナオキさん、クワちゃん、マサ様、クリス・ロナウドが可愛いいっぱい、ありがとう。ではランキング読みます。13位ワッホさん、12位坂道さん、11位バサシ、10位マックスエイトさん、9位マイマイ、8位タメゾウさん、7位マサ様、6位大輝くん、5位クラちゃん、4位クワちゃん、3位スポニーライスちゃん、2位カズタカさん、1位ナオキさんです。ありがとう。では皆さん配信見てくださりありがとうございました。夜夕方ぐらいから配信します。またではまたね、バイバイ。